はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。グーグー様、おしおし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。法的な大穴を見つけたので、 NHK 未契約割増金制度廃止訴訟を起こそうかと、北村春夫弁護士事務所に相談しましたが、現在多忙のため新規業務を受け付けていないと断られました。残念であります。月曜から次の心当たりを当たっています。なるべく早く訴訟を起こしたいな、思っております。裁判費用どのぐらいかかるんだろう。全然わかんないですね。例えば不動産の取引だったら不動産価格の 2% とか、そんな感じで取られるんですけど、これに関しては全然わかんない。なんか内容としてはですね、行政訴訟だの違憲訴訟、法律ここがおかしいぞみたいな、そういうのに似てるなーって思うんですけれども、そういうのっていくらかかんのかな、全然わかんねえなーという感じであります。5月12日昨日ですね、自民党内閣部会、内閣部会開催、 LGBT 法に反対15、慎重3、賛成10の反対多数ですね。和田政宗参議、必要かどうかを含め議論継続を、今日決めるのは反対、と述べて、慎重3のうちの1人ですかね、これは。高鳥修一衆議院議員、反対が多かったのに執行部が強引に部会長一任として参会、今後反対が多くても部会を通るという前例ができました。和田政宗参議、反対が多いのに一任はありえない、自民党のガバナンスが崩れておくと、自民党が崩れていくの間違いじゃないか、って思いますけども、一般判です。もうめちゃくちゃとんでもない事態になる。何のための部会だよ。結論ありきで本当に腐っておるわ。そこまでして進める理由は、岸田が G7 でいい格好したいから。ちなみに部会長は岸田派、自民党は潰れる。潰れてないもん潰れるじゃなくて潰れたじゃないのかな。ただの利権で片付けないだろう。このゴリ押しは何なんだろう。憎悪を生むだけだとなぜわからない。LGBT 法強行成立をゴリ押しする理由として思い当たるのは、まあ新規事業立ち上げられて公金チューチューできるな、天下り先新しく作れて、官僚が辞めても安泰だな、あと省庁、まあこの場合は特に厚労省と法務省かなの予算が増えて裁量が増えるのは心ばしいじゃないや好ましいことだな。岸田総理が G7 でいい格好したい、カナダに次いで2番目に法整備できましたってえばりたい、アメリカからの圧力、これ2ちゃんに貼ってあったもんで真偽不明なんですけれども、4月17日岸田裕子夫人、浩子夫人がワシントン入り、ジル・バイデン大統領夫人と会談。バイデン夫人はあまり表に出てこない人だが、 LGBT に関わるときは積極的にイベントに参加している LGBT 活動家である。米国でも LGBT 法整備をしたいがうまくいっていないため、日本にやらせて先進国の潮流ですよと言い訳にしたい。稲田朋美衆議がこれは総理の指示ってバラしちゃってますもんね。ということはよ、総理は大統領夫人以下の存在なのかということでね。連立を組む公明党からの圧力、5月11日山口夏男独裁15年代表、我が党としてはサミット前に与野党で合意をして法案を成立させることが望ましいと総理に伝えた。LGBT 法で公明党に何の得があるか全然わかんないですけど、日本を悪くしたいっていう意気込みは
伝わりました。自民党の反対議員さんたちはね、本会議で採決で反対票を投じて除名になってはいかが、28分の18が反対っていうなら、自民党の 64.2% が反対っていうことになりますでしょ。したらね、あの 64.2% が本会議で反対票を投じて除名になったら、除名になった議員さんたちで新自民党名乗ればいいんじゃないか。この比率 64.2% に従えばですね、衆議院議員169人、参議院議員72人の勢力になりますよ。逆にですね、抜けられちゃったって側の岸田自民は衆院94人、参院39人。ということは、立憲のですね、衆院97人、参院45人以下の勢力に落ちぶれると。岸田自民党はね、新自民党は169人の72人ですけどもね、こんだけ議員数いればですね、5人以上っていうあの公党の条件を楽々満たして、政党助成金もたんまりもらえるよ。まあ赤信号をみんなで渡れば怖くないってやつなんですけども、まあ問題はこれを主導できるカリスマがいるかとかですね。高市さんぐらいしか思い浮かばないんですけど、まあ高市さんは現在ですね、経済安保大臣つ大臣職でして、一応岸田チームの一員ですから、なかなか大臣辞職しますって言ってからやんないとダメだろうな。まあここまででなくてもですね、全員でなくても10人20人でいいから、除名も辞殺いいよ、新党つくからって言えば、本会議で採決の延期もしくは中止するんじゃないか、頭が良ければ。岸田総理の頭がまともだったら、まあ総理の頭がまともで良ければ、こんな事態にはなってないんですけどね。何にせよですね、LGBT 法を阻止してた安倍総理がいなくなってから、こんなに早く自民党が壊れるとは思ってませんでした私。これから世の中どうなっちゃうんでしょうか。 LGBT 法に反対する自民衆議169人と参議72人は執行部にこう要求してほしい。じゃあ分かった、抜けないし新党も作らないし、賛成票投じてあげるから、女子風呂、女子トイレ、女子更衣室に侵入した竿付き自称女は、利用者や管理者にどんな目に遭わされても免責にしてくれ。ね、どんな目に遭わされても免責にしてくれ。ベトナムでですね、作物泥棒や家畜泥棒が少ないのは、見つかったら持ち主や村中にひどい目合わされるからですね。その結果、たとえ死亡してもそれを社会が許容している。なんで泥棒したんだからやられてもしょうがねえよね、社会が許容している、もちろん警察も、なってるから抑止力になってんですよね。だから少ない。だいたいね、工事してないおっさんがですね、下半身工事ね、おっさんがですね、女子風呂使いたいなんてただの甘えですよ。許してはならない。温泉業界やスポーツジム業界、あとプールの水泳教室さんとかは存亡の危機ですからね。これは猛烈に全力で反対すべき時ですからね。知らねえんだが、なんだかぼーっとしてんだが、なんか生ぬるくてまだまだね、戦闘機って反対してる様子も見えないんですけど、温泉業界っつったら、まあ、観光協会、二階俊博観光協会会長は何やってんだって話なんですけど、謎ですね。知らねえのかな、私でも知ってるのと知らねえのかな、まあ、疑っちゃいますよね。というわけで、あさってからまた、まあ、土日は休みですもんね、弁護士事務所やつもね。あさってから次の心当たりの弁護士当たってみます。割増金制度廃止訴訟、皆様お楽しみに。
お待ちください。急かさずに。できたら6月1日前に提訴したいんだよな。訴訟をしたいんだな。6月1日から最速で課金が、徴収が始まりますからね。皆さんよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。